沿線自治体の皆様には苦渋の決断をしていただいたということを当社としても非常に多く説明させて先月末に JR が提案していたルモイ線の廃止・バス転換きょう沿線の西 2, 2町が受け入れを決め JR と合意書を交わしました100円稼ぐのに2183円かかるルモイ線

通学利用の多い石狩沼田から深川までは、2026年3月と2段階での廃止・バス転換となります。110年以上の歴史を持つ鉄路がなくなることについて、地元住民は…。ほとんど乗りません。車で、あとはほとんどバス。高校卒業したら深川の看護学校に行くつもりなんですよ。それでまあ電車はまだ使いたいなっていう…。 もあるのでちょっと残念な気持ちですね。沿線自治体は今後代替バスの運行方法や路線などの検討を進める考えです。さて昨今の地方路線をめぐる動きですがこちらの地図で見ていきましょう。まず一昨年は2019年ですね。赤潮線の夕張新夕張間。そして一昨年5月には殺傷線の北海道医療大学から新都塚川の間。 去年4月は日高線の向川様二間が廃止となりました。 今後は今日ルモイ線の段階的廃止が決まってその後根室線のフラの新特間は廃止する方向で地元と協議が進んでいます。まあ加野さん時代にあった公共交通とは何か、まあ、問われているのかなと思いますね。あの北海道これだけ広くてやっぱり JR も北海道だけで経営と考えたらなかなか難しいですよね。でそうやっていくんだったらやっぱりそのまあバス転換っていうので,で逆にバスになったことでまあ、えー、例えば通学 病院への通院という方が多いのであればその目の前にバス停を設けて、うん、それによってあこっちになって便利になったねということで転換していくというのがいい気はしますねそして新幹線札幌延伸に伴い JR から経営分離される並行在来線のうち小樽から長万部までの廃止・バス転換も決まっています。